皆さん見て、この上でずっと回ってられるで。どうもチャップです。スプラトゥーン3やっていきましょうということで、ついにスプラトゥーン3で遊べるようになりましたね。皆さんテンション爆上がりやと思うんで、僕もテンション爆上がりでやっていきたいんですが、動画撮る前にさ、あんまりにもやりたすぎてね、広場までねやってもうたなんで僕この辺の映像は知ってるんですけれどもね、またね初見かのような気持ちで、ういういしい気持ちでやっていきたいと思いますと。でここまずイカ2体選べると、で右がタコ2匹なんですよね。タコ2巻とイカ2巻をこの4種類の中からイカかタコ選んでくださいのと。ほんで小鮭がめっちゃ可愛いのよ、この小鮭ね。皆さん明太めっちゃ可愛いでしょ。よーく見といて、口開けてねあくびする時あるんですよ。それを見ていただきたいねんけど、見たい時にあくびしおれへんねんあー可愛いねーという可愛いシーンが見れたんで、もう行きましょうか。僕このねエグザイル風にしたんよ、このエグザイル風。そしたらね次ね肌の色選ぶ時ね、ガスマスク取るんですよ。これ右に右に行けばね黒くなって沖縄出身になると、で左に行けば左に行くほど色薄くなって北海道出身になれるという仕様になっております。あくびかわいいね。じゃあ僕何したっけな、まあ、とりあえずちょっとこれにしときましょうか。んでイケメンなサングラスの取り方したら、このゴーグル取ったら見て、目の色を選ばすぎなんですよ。ちょっともう日本語ガチャガチャなってるけど、これすごくないですか。めっちゃ綺麗ですよね。この後半の4つか、これえぐいのよ。最後とかこれラスボスやん、これ人気あると思うよ。この桃のみたいな目からレーザー出そうやもんねめっちゃいい色してるんですよ。まあとりあえずチュートリアルというか最初はね、まあ、一番シンプルな感じ、まあ、これにしとこうか、シンプルな感じしときましょうか。でヘアスタイルなんですが、どれでもええけど、これ前髪すごい角度で割れてるけど、デコハゲてんちゃうかっていうぐらいのオールバックですね。これどんな感じなんやろ、かっこよそうやけど、まあエグザイルにしておきましょうか。でエグザイルにして次眉毛まで選べるんですよ。もうキャラデザがねすごいの、見てこれ、ほら皆さんほら眉毛さ切るの下手くそやったパターンですよ。ポテト半分に切ったみたいになった、こうマクドナルドの眉毛になってんねんけど、僕はこのちょっと自信なさそうな眉マロみたいな、これが気に入ったこれめっちゃ可愛いですよね。で見てよ、ボトムスとこのパンツね、このパンツも選べんのよ。これすごいですよ、選択肢がすごすぎるけど、僕はとりあえずキュッてしたやつにしようかな。んでこれでいこうと。で小鮭くんもね選べんのよ、あ僕の番だみたいな、おい可愛すぎか貴様めちゃくちゃ可愛いんですよ。これがあれでしょ、小鮭の頭で習字ができるというこの墨汁筆の髪型、これがモヒカン、情熱的な小鮭になれる。でこれダウニーを意識したダウニー小鮭になれる。これリーゼントですね、僕の髪の毛ふさふさリーゼント小鮭になれると。でこれがお坊ちゃまくんですね、もう前から見た脳みそみたいに見てちょっと怖いねでこれが団子、毛糸みたいな団子小鮭ですね。でこれがパイナップルですよ、パイナップル小鮭。もちろん僕はこのお坊ちゃまくんにしましたから、もう髪型可愛すぎだろもう最高ですね。さあやっていきましょうか。んでね背中のさ見て、このファンタオレンジみたいなペットボトルに入ってんのよ、こういう荒野のステージやから。でイカがね、じゃイカちゃうわ、小鮭がドリフトしていくというね。でね見て、ジャイロオフの僕からしたら地獄の、もうチュートリアルで積むねん、ジャイロ操作なんかやらんからさ上を向くの下向く分かった分かった、ゆっくり下向くと、ジャイロ操作で積むのよ。で見て、東京タワーみたいなエッフェル塔がね逆さ向いとんねん。で小鮭に注目すんねんけど、難しいのよこのチャージキープみたいな。よし OK ググる。で Y 押したら元戻せんねんけれども、もうジャイロやねん、とりあえずもうめちゃくちゃジャイロなんよ。このジャイロがやばすぎてさ半端なんやけど、インコよくぐらいといけるよ、ほんまにチュートリアルで積むねん僕、かわええなもうほんまチュートリアルで積むんやから。で金ジャケなりうるんですよ、めちゃかわいいでしょ。僕も一緒に金ジャケと一緒にこうやって踊ることができるという何楽しんでんねんって、しゃあないやん、これ楽しんでまうで、こんなほんまにお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、もうペットの犬からペットのトカゲまで、ペットのカメまで魚まで全員が楽しめるからね。で若葉シューター結構でかいのよ、もうこう真下向くよジャイロはチュートリアルで積むねんからほんま気をつけて。僕はジャイロオフなんですから、まあでもスプラトゥーン3めっちゃやってきたから、スプラトゥーン3めっちゃやってきたんちゃうわまだやったばっかや、
スプラトゥーンは初代からずっとやってきたから、そのやってきた経験を生かしてジャイロなんてものはこう克服してやろうと思ってんねん。うまいやんけ、結構ほらほらうまいよ、全然うまいから、こうゆっくりやればいいねん、ゆっくり、ほらほらうまいやん、最高で Y で視点を切り替えて、はいうますぎる、もうこれジャイロいらんやん、 Y だけ押してまっすぐ歩いてたら全部 Y だけで、あジャイロいらんじゃん、 Y だけで解決したで何してんねんってことあるけど、これジャンプしていくというわけですね。オッケーオッケーオッケー、チュートリアルで一瞬積んだけど積まんへんということできるわ。僕これ2回目やねんでやんの、僕2回目やのに積みそうなるってあかんやん、後ろあ登れられへんねや、ここは見てなかったわ。そうインクにはまって足取られるってこういうことですね。どんな顔してんねやろ、あなんかうわーって、うわ何この足、うわ何このうわーみたいな、かわいい癒しかっていうことありますけども、さあ風船割っていきましょう。でこの風船もパンと割ると、でここまで来たと、でこれ割ったらこうボムを投げるんですよね、このコンペイトボム、このスプラッシュボムをシュッて投げる、でダーンストライク、はいうますぎたあ待って、僕インク切れにしてみたいな、このペットボトルのファンタオレンジ、あファンタオレンジなくなったらこんな感じなんや、あーすごい注入されてるんですけどいい感じですね。でねこうイカ登り、この滝登りみたいなさ、このコイキングの技みたいなね、壁に潜りながらこう B 押したらね、見てほら目光って滝みたいな、ほんでシューンって言ってパーンって、はいかっこいいこれめっちゃかっこいいですよね、これ別にどこでもいいですもんね、ここでも、待って、あ、待って今、何今なんかプン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 ってなってたよ、あら何今の、今なんかよくわからんけど溜めて離してピョンってできるわけ、これがすごいのよ、溜めて、でしかもこの時ね動けんねんってなんねん、それぐらい興奮してんのよ、言葉バグるぐらい、これシュッてパーンってピューンってやる、これすごいでしょ。でこれ地上でもできてね、進行方向と逆にスティック入れてジャンプしたらこのトルネードできるんですよ、ちょくちょくこじゃけえぐい動きしてんねんけどこれね、このほらこのダッシュみたいな、こう進行方向とねめっちゃ噛むな、だいぶ興奮してるわこう逆にすることによってこのステップをこうやって繰り広げることができると、これがすごいのよ。まあちょっと微妙に泳がなあかんかな、ちょっと泳いだらいけ、ちょっと泳いだらできると、助走つけた、これすごいですよね。こう前に行くときもこうやってちょっとでも横にしてたら前回り回転ができるというわけですよ。これシュッちょっとやって、これシュッと、これもちょっと難しいけど、前に行くのはちょっと難しいけど、こんな感じでねできるというわけなんですよ。こっち行ったらこっちね、でこっちにちょっとガチャガチャやないかいということでキャラク、あほんで壁の時もこうやってジャンプしてね、こうやって Y で切り替えたらめっちゃスプラトゥーンっぽいでしょ。こうやって見て、ほらスプラトゥーンっぽい、これめっちゃスプラトゥーンっぽくないですか。はいこれ見て、ほらスプラトゥーン、はいはいスプラトゥーンって、あ待て難しい、これはいスプラトゥーン、はいスプラトゥーン、これめっちゃスプラトゥーンっぽいでしょ、かっこいいでしょ何言うてんかわからんけど、まあこれがキャラコンというわけですよ。んで僕フェスニュースとかも見ちゃったから、もう一回見れんのかな、あまだそうや、千と千尋や、イカと小鮭の神隠しやん、イカと小鮭の電車旅、日曜夕方5時からね放送してるみたいなんでね、皆さん見てくださいね、今週の日曜からねやるみたい、嘘やけどね信じたらダメですよということですが、クラゲちゃんもるで、小鮭が可愛い、ちょっとイカれてるように見える、でリュック持ってキョトンと座っている僕のイカ可愛すぎ、そして左のタンクトップの魚ちょっと小太り、絶対汗臭いね静観スプレーしましょうやと、で真っ白になって目がムスカーってなって、右下のインクカチャ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 なってロード画面、あれかっこいいねんけど意味わからん、はい前夜さイエーおーいきなりました、これジャイロなんでね、ちょっとほんまちょっと困るわけなんですよほんでちょっとジャイロオフにだけしときますけれども、フェスの映像をね、録画して撮ってあるんで、そこ後付け音声でね、皆さんと一緒にフェスの音声見て、今回終わりにしようかなと思ったけど、気づかんかったけど、これちょっと回るときさ、ちょっと体傾けますよね。今までこんなんなってたっけ、ほら、ちょっと、くって、わかります?この体傾いてる感じ。なんかよりリアルな走り方なってるわ。え、これは知らんかった。めっちゃ感動した。え、やばくない?フェスの映像見よう。それもやばいから。はい、じゃあ見ていきましょう。スリミーレンゴー始まりました。フェスニュースでございますと。さあさあ、お立ち会い、風花さん。なんか落語家みたいですね。バンカラ代表のイカジャ3人組らしいですよ。万太郎が、えい始まるよと。えいしか言いおれへんからな。
万太郎はもうえいかえいえいしか言わんからね。よ、ほうじろやってよ、わからんこと言うてますけれども。今日もみんな元気そうで何よりですね。そう。で、臨時ニュースが入ったと。これは神様が動き出して、これフェスのニュース、いつも通りのやつですね。えいだけで、そう、フェスですと伝わるという、なんて便利な世の中なんでしょうか。そう、フェスね、前夜祭でございます。これは楽しみよ。グーチョキパーのやつでしょ、これね。そう、お題はなんじゃと。えいえい、ちょっと待って、今降りてきてると。なんか超能力をね、なんやろ、感じてんのかな、このえいは。ほんで、テレビの下から微妙に足見えてんのがまた、可愛いのよ。風化ばっかりずるいぞと、はよ言わんか。ほな発表するで、えいドキドキと。感情表現もできるようになってるわ、えいだけでね。てんてけてけてけてーぽーん言うて。で、グーパーチョキ。グーチョキパーちゃうねん。グーパーチョキやねん。グーチョキパーって言いそうになりますね。それはあれやねん、多分ね。その、左が右に勝つ、左が右に勝つっていう法則やねん。ちょっと伝わってるかな。わからんけどさ、タフでハードな硬い石のグーと、優しく全てを包み込むパーですって。えい、立ち向かってるものは切り伏せる、何でもバッサリ一旦両断、噛んでもだけども一旦両断、チョキでございますね。じゃがじゃがじゃんけん、一番強い手なんかあるんかのって、えーいやって、なくないって。ちょっとギャルっぽくなんねえ万太郎、たまにね、なく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 ないって、何言うてはんのって、そんなんグーに決まっとるやと。む、そうなのかって、風化と打つほどっちも可愛すぎ。己の魂を拳に宿し天に突き出すその姿、勝利のポーズ言うたらこれやって、めっちゃ関西弁、もうラオウなんだよそのポーズは。そういうことならパーの方が強いと思うがの、えい、なんでなんで言うてるわ、可愛いなそのドラキュラみたいな。パーはな、ガードも畑もできるんじゃ、一番でかいし最強なのじゃ、でも君の手めっちゃグーやでっていうことやねん。えい、二人とも分かってないね、強いのはチョキだよチャッキー。いいで、よう喋れんなそれな。えいの2文字でこんだけ喋れんのよ、すごくない。チョキって一番出すの複雑らしいですね。パーグー、確かにチョキ、ちょっとチョキって感じやもん。チョキは頭脳戦、つまり頭を使うチョキは最強ってことじゃない、相手なんかチョキが強そうな気がしてきただという、うつほちゃんのちょっと純粋な心が見られますね。頭使って勝ってるんやったら、どうすなーってグーの勢いにはかなわんやろうけどと。いやいやいや、確かにグーの破壊力、もう石つぶてみたいなもんやからさ。最強はパーじゃいと、どんな相手でもパーで張り倒してやるわって。もう一人ヤンキー混じってんのよ、めちゃくちゃ武闘派やねん。武闘派ちゃう。武闘派やのよ、インク塗らんとね、殴ろうとしてんの。やばいのよ。ほんでフェスティーも切れると。ね、見てこれ、皆さんめっちゃ可愛いよ、カンカンってして。はい、ほな解散。本当はもっとやりたいけど、とりあえず今回はチュートリアル終わったし、この辺で終わっておきましょうか。次回ね、もうこの辺の広場もありとあらゆるとこも走りまくって、いろんな情報探したりですね、もうチュートリアルとかもめちゃくちゃびっくりするぐらいね、細かく見ていきたいんでね、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、やっときましたね。ぜひ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 スプラトゥーン3前夜祭から楽しみまくりましょう。ということで終わりにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。Bye.